今回は短時間で全身を使って動き、心拍数も上げられるワークアウトを紹介していきたいと思います。まず一番最初の種目は TRX のフォワードランジ with Y フライです。これは少しウォーミングアップの意味も兼ねているので少し丁寧に動いていきたいと思います。サスペンションの長さミッドレングスに合わせアンカーポイントに背中を向けて立ちます。両手を伸ばしてちょうどまっすぐ立てるところに位置してください。そこから片方の足前に踏み込み、両手が頭の上で Y の形を作り、ハンドルを押して戻っていきます。ではこれを左右交互に少しペースを上げて動いていきましょう。踏み込みながら、遠くに行きすぎると体が後ろにのけぞってしまうので足の幅を調整しつつ、ただ足の幅が狭すぎると肩の動きがあまり大きく出ませんので、できるだけちょうどいいところ、大きくは踏み込むんですが無理のないところに動いていきましょう。少しペースを上げつつ心拍数も上げていきます。ラスト5秒。 OK。 2つ目の種目は TRX ヒップスローという種目です。長さをミッドレングスに合わせアンカーポイントに顔を向けて立ちます。まずはですね、両手でハンドルを持ち、そのハンドルを上下に並べながら上半身だけ横を向くようにしてセットします。この時に少し足を前に出してベクトルをかけ、ちょっと寄りかかっている姿勢を作っていきます。ここから腕を伸ばして体が後ろに、そして正面を向きます。起き上がった時に反対側を向くようにしていきましょう。ではいきます。体を回線ねじるようにしながら引っ張って起き上がっていくエクササイズです。ここでも丁寧に動くことは必要になりますが、慣れてきたらちょっとペースを上げつつ常にプランクを維持していきます。特に腕を伸ばして後ろに動いた時に姿勢が崩れないように気をつけながら、ハンドルをしっかりと引き、足でも地面を押すようにしていきます。 OK。続いて TRX スクワットジャンプです。長さをミッドレングスに合わせアンカーポイントに顔を向けて立ちます。両手でハンドルを持ち、肩の真下に肘が来るところ、足は少し開いて肩幅ぐらいに開いておきます。ここからゆっくりとスクワットでしゃがんでいき、立ち上がるときにかかとが持ち上がるぐらいまで起き上がっていきましょう。ゆっくりとしゃがみ、少しスピードをつけていく。これを繰り返していくんですが、途中慣れてきたら床から離れられるようにジャンプ動作も入れてみてください。ではいきます。しゃがんで、まずはかかとを上げるところまでで OK です。立ち上がるときにはハンドルを引きながらちょっと自分の方向を下に押し下げるようにしていくと、ジャンプするときの手の使い方、準備ができます。目線は遠くを見るように、しっかりと床を踏み込んで、では少しずつ床から離れていきましょう。つま先が離れるぐらいからでも OK です。着地のときにはできるだけ動きを吸収して減速をしていきます。OK です。続いて TRX パワープルです。長さはミッドレングスでシングルハンドルモード、そしてアンカーポイントに顔を向けて立ちます。片方の手でハンドルを持ち、できるだけ体の横から後ろぐらいまで引き寄せるようにしてベクトルをかけます。この位置から上半身だけねじるようにしてハンドルを持ってない方、アンカーポイントの方に遠くに伸ばします。少し足を前に出しておくと起き上がってきた時に前に倒れたりすることがないので安全です。ではここからゆっくりと腕を伸ばして後ろの方向に動き、姿勢を維持したまま強く引いて上がっていきます。起き上がる時には少しスピードをつけ、ムーブメント動いていく時にはゆっくりとコントロールしてください。つま先が床から離れていくと下半身も一緒に回ってしまうので、足の裏全体は床につけておく。上半身をねじるようにしながら引きながら体を回転させていきます。 OK。 ではそのまま逆サイド行きましょう。同じようにセットしてベクトルもかけながら、ゆっくり下がり強く引く。そうです。この腕を伸ばした時にもここでもお尻が下がったりしやすいので、しっかり姿勢が維持できているかどうかを確認してください。さあラスト5秒。大きく引いて起き上がっていきます。 OK。 ラストは TRX アトミックプッシュアップになります。ハンドルを2つに戻し、ミッドカーフに合わせ床でアンカーポイントに背中を向けていきます。うつ伏せになれたら両手プッシュアップしやすい手の幅に合わせ、膝つきのポジションから一度プランクに起き上がりましょう。ここから一度プッシュアップ、床に向かい起き上がったら膝を引き寄せる。これがアトミックプッシュアップなので
ここから30秒頑張ってみます。いきましょう。そうです、まずは確実にプッシュアップ、そしてクランチ、両足を引き寄せるんですが、1回ずつプッシュアップもクランチも綺麗なプランクに戻るようにしていきます。この時プッシュアップが少し大変だなという方は、プッシュアップの時だけ膝をつく動作を入れてもらっても構いません。クランチをする時には両足を上げ引き寄せる、この方法でも構いません。はい、 OK です。膝をついて起き上がります。今回は短いプログラムですが、全身を使っていき、さらには最後スクワットジャンプだったりとかアトミックプッシュアップ、こういったエクササイズで心拍数もしっかりと上がっていくようなプログラムになっています。こちらもぜひチャレンジしてみてください。